見事な 9.80 の演技、カナダのマリー・フゼジーです。日本の印象について伺ってみたいと思います。 What is the impression of Japan? Well, I think the streets are very busy and there are a lot of people, but everyone is very friendly. The Brother Cup is organized very well and I'm always happy to return here. Well, I think that I express quite a bit and I really like smiling and performing for the audience. And I also like doing consistent routines for the judges and for myself.I enjoy having people clapping and playing along with the music because it makes me feel that the audience is having fun and not just coming to watch a competition but actually enjoying it too. カナダチャンピオンのフセジー、ソウルオリンピック10位、昨年の世界選手権9位、そしてブラザーカップが昨年第3位でした。この人は笑顔が素敵ですね。そうですね、作ってるんじゃないんですよね。もう本当に動きの中で、まあ、さっきも出していきたいって言ってましたけれどもね、笑顔、はい、でも本当に心から出てきて動きから出てるっていう感じがしますよね。そうですね。そのフゼジーのリボンの演技です。そして見てて安心できるっていう演技をね、フゼジー選手はすると思うんです。これはまあ、もちろん練習量だとも思いますしね、はい、それから基礎がしっかりしてるということですね。ですから不安がなく、もう絶対私に自信があるんだってこうよく言いますけどね、本当にそういう演技をしてますね。マリー・フゼジーのリボンの演技でした。ハンガリーのブダペストで生まれましたカナダのマリー・フゼジー、本人もまずはどうでしょうね、納得できたんじゃないでしょうか。細かいところではいかがですか。そうですね、少しリボンの乱れっていうのはありましたけれどもね、はい、非常に彼女大きいですから、もう少し大きく扱えるとよかったかなっていうのはありますが、非常に無難にこなしてましたよね。9.60 が出ました。174センチと非常に身長のありますフゼジー。